本日行われました全日本大学女子駅伝8連覇を目指した名城大学残念ながら4位入賞に終わりましたそんな名城大学の結果を振り返りたいと思います1区は6 6キロ3年生の米澤菜々香選手21分55秒で区間9位スタートと厳しい苦しいた、えー、スタートとなりましたまあ米澤選手の区間9位が厳しかったというかまあ優勝候補だった大東と立命館 まあ前半、形を作る流れを作る主力をぶつけてきたその2校が生き残った結果としてはまあ区間ワンツーでそこに離されてしまったというのが米澤選手としては苦しい展開となってしまいました、まあ、10月にしては気温が高かった本日米澤選手は一気にこ、えー、今月上旬に 5000m15 分台まで戻ってきたんですけれどもやっぱあれもスタートが7時過ぎてました。もうね 完全に太陽が沈んでからのトラックレース記録会だったということもありましたからやっぱり涼しい記録会で記録をポンと一発出してもやっぱり野田選手そして立命館の太田選手も1年間通して試合に出てきたでそんなに大きくない駅伝も出て結果を残してきた2人ですから米沢選手トラックシーズン前半戦は試合に出ていませんのでそこで差がどうしても出てしまったなと思います。 対応のあるレースそして相手も力のあるランナー各大学の主力が揃った1区苦戦してしまいまして9位ということでちょっとね体も重そうな走りでしたよねそこがやっぱり米澤選手苦しめてしまった形になってしまったかなと思います9位スタートとなりました名城大学2区は4.0キ,キロ3年生上野寧々選手が13分23秒の区間10位 順位位は9位のまままとなりました、まあ、この4 k ロという区間は本当に突き抜けてない限りそんなに差は出ないと思ってます。これは上野選手をフォローしてるわけでもなくてあの上野選手は区間10位ですけれども12分台が2人でしたあとはもう6人7人が13分台前半ということで、まあ、ほぼ上野選手のタイムと遜色ないぐらいで。 ひしめき合う中で上野選手は走り抜いたそんな形となったのではないでしょうか。ということでまあ米澤選手の悪い流れっていうのもそんなに想定してなかったんじゃないかなっていうのもあるんですけれどもまあ大きく順位は動くことなく2区を終える形となりました3区は 5.8km3 年生の石松選手が19分18秒の区間差位2人抜いて7位まで順位を押し上げましたさすが石松選手。 3区は上り坂もある中であの上半身の使い方がすごいうまいですよね石松選手らしさはあったんですけれども区間3位区間賞を取ったのが立命館大学の村松選手ということを考えるとやっぱり立命館大学スタートダッシュ決めました一方で名城大学は1区2区3区いずれの区間でも立命館大学に差を広げられてしまったということで苦しい前半戦立ち上がりとなりました 4区は4 8キロ2年生の関彩香選手が15分57秒の区間4位ということで、まあ、素晴らしかったです2つ順位も押し上げました、まあ、ただやっぱり、まあ、あのもう前半で出遅れてしまった分をすべて取り戻すというのはもう普通に走ったら絶対不可能ですただ巻き返す可能性としては、まあ、相手のブレーキ待ちミス待ちになってしまうんですよね 自分のプレーに集中する自分の走りに集中したところで相手も同じ方向に同じぐらいの速度で走っていれば差は埋まることはありませんだから相手がブレーキしない限り差は詰まってこないんですけれどもむしろ相手は加速していく一方ということでかなり苦しい展開となってしまいました、まあ、関選手も駅伝デビューとしてはしっかり走ったと思うし、まあ、本当に、まあ、おそらく想定していなかったであろう展開の中でこれだけ走れたというところは関選手の強さを感じたそんなレースだったんじゃないかなと思います 5区は最長区間9 2キロ3年生原田沙希選手は30分22秒区間8位順位を1つ落としてしまい6位でアンカーに助けを渡す形となりました原田選手は調子が悪かったわけではなくてもうこれは仕方ないですねもう残す区間が原田選手と谷本選手の56しかないのでもう突っ込むしかないんですよもう1かバかだって優勝する名城大学の8連覇と可能性が、まあ、ほぼ限りなくゼロ 見ている人からしてみればもうゼロだろうって思ってた方も多いと思うんですけどただ走ってる選手は最後まで諦めないだったらもうオーバーベースで突っ込むしかないんですよね前が見えてくるもう前に追いつくぐらいの勢いでいかなければいけないんですよそうするとやっぱりこのね後半苦しくなってタイムが落ちてしまう順位が落ちてしまうっていうのはまあ許容しなければいけないんですけどまあ本当にハイリスクハイリターンのそういう展開となってしまいまして原田選手が区間8位と。 本来の走りは影を潜めたというか後半ねあれだけ苦しそうに走ってましたから、まあ、あれは仕方ないのかなと思いますそしてアンカーロックは7 6 k ロ4年生の谷本七瀬選手が25分07秒の区間に順位は2つ上げて4位でゴールテープに飛び込みました昨年もこの区間を走って区間賞優勝のゴールテープを切りましたが今年は区間2位ということで 谷本選手が3年連続区間賞を取ってて今回、区間2位っていうことを考えるとまあ負けた相手も強いんですけどやっぱり展開が悪かったですね前半から突っ込まなきゃいけないもう最低でもメダルを取るんだっていう意気込みを感じたし谷本選手はグイグイグイっと押していきましたけどやっぱりそうすると後半伸び悩む苦しくなっちゃうで苦しくなるとフォームが乱れるしね足の設置の精度も落ちていくし それはだからまあ本んにこの展開っていうのは、まあ、一番名城大学としてはまあ最悪だったなっていうふうには思いますまさかの区間賞ゼロに終わった名城大学メダルも取れずに良い入賞に終わりました、まあ、ただ残るメンバーが5人いますよね今日走った谷本キャプテン以外の5区間の選手は全員残りますので来年 リベンジはできなくはないと思いますのでぜひ頑張ってほしいなと思いますまあ,あの本当に1区の流れがすべてだとは言いませんけど米澤選手のところでやっぱり1年間試合出てきた選手と、まあ、あの秋以降クッと調子を上げてきた選手との差がすごい出てしまったそして2区以降も、まあ、立ち直すっていうのが難しいのがこの距離の駅伝ですよね短いがゆえになかなか立ち直すことができないし 優勝した立命館は1、2、3区連続で主力をつぎ込んできたで後半区間は粘るという、ねえー、作戦がピタリとはまりましたし大東文化大学もアンカーに取っておいた野田選手を今年は1区に持ってきたというところがピタリとはまりましたから、まあ、そうやって考えると苦しい展開だったのかなと思います一応個人的には優勝予想に名城大学を挙げましたけどうんまああの何て言うんだろうな 優勝予想ではありましたがその時話しました保険ではありませんけど去年の優勝タイムそれを上回られてしまったら負ける可能性はあるよっていう話をしましたけど、まあ、その通りになってしまった大会新記録は2つということで、まあ、ただ距離というかね区間中継所が変わったのは昨年なので、まあ、第2回みたいなもんなんですけれどもそれでも去年の優勝タイムを超えられてしまった2チームにも超えられてしまったっていうのは事実かなのかなと思います。まあ、これから明星大学もどどどどんどんどんん ね、選手層は正直薄くくななっていじゃないですか1年生は新入生が2人しかいないということで、まあ、高校時代から力のある2人ではあるんですけれどもただ2年生世代今回関選手が活躍しましたけど、まあ、力丸選手山田選手っていうのは、まあ、シーズン前半戦良かった2人が今回出れないというところを考えると結構厳しい戦い。 台所事情にななってくるのかなと思いますまずは富士山女子駅伝に向けて立ち直していただきたいなと思うんですけれども富士山に関してはまた一区間増えるので名城大学選手のやりくり頑張れば全然届かないものではないと思いますのでぜひ頑張っていただきたいなと思いますということで今回の動画を終わります以上